こんにちは。ネロでいいんですね。ネロの喫茶店ネロの、経営者の方でよろしいですか。はい。ここのお店僕もう前何回か入ったんですけれども、はい、まずゾーイちゃんっていう犬が、出迎えてくれて、今日はちょっと吠えましたけど、おられましたけど、普段吠えないですよね。そうですね、迎えてくれるんですよね。それでこのお店の特徴っていうのですかね、いろんなアウトドアの道具が、販売されてるっていうことで、すごい気になるものがいっぱいあるんですけどね。普段はそういうこともされてるんですか。そうですね、山に行ったり釣りに行ったりですね。それで、ここのお店って僕はすごく気に入ってるんですけど、はい、黙って静かに飲んでたりすることもできるし、こうやってお話を聞くこともできるしっていうことで、なんか、はい、静かにしたい時も、まあいろんな話をしたい時もここを利用できる、はい、そしてゾイちゃんという犬に、会えて和むっていうのがすごくいいんですけどね。ここのお店って、休みはありますか。月曜火曜が休み、はい、で月曜が祝日とか祭日の時は、一応営業しますので。ああ、そうですか。その場合は、火水休み。火水休み、はい、うん、で営業時間って言ったら、11時から、7時半まで。11時から7時半まで。で、お茶だけでなく、はい、食事もできるっていうことでいいですよね。そうですね、パスタとサンドイッチぐらいしかないですけど、食事もあります。はい、わかりました。はい、じゃあ何かどこか駅から近くて、とか普段川端不動もどうなのかな。なんかこうちょっとこんもりとした山がある素敵なのかなと思いながら、それを見ながらそばにカフェがあれば、じゃあ今日は初めて来てたまたまこのお店に出会ったということです。そうですね、最初のね、昨日ね、調べたんです。ああそうなんですか。最初ワンちゃんが出てきた時はちょっとあれですよね。ああ、でもなんかワンちゃんのことが書いてあった。あ、そうなんだ。ありましたから、ワンちゃんいるんだなと思って、私動物大好きだし、猫より犬が好きで、あと鳥もオカメインコとか、ずっと結婚するまではずっと鳥を飼って家中放し飼いにしてたから、それに救われるようなとこもあるし。今日はサンドイッチ食べましたね。はい、僕もサンドイッチ食べたんですけど、バターサンド食べましたね。美味しかったですよね。美味しかったですよ。ちょっと、なんかこう、なんていうのかな、シャバタサンドのパンって塩気がもともとあるのかしらね。シャバタサンドって塩気がもともとあるんですかね。そうじゃなくて塩を後から。なんだっけ、塩が入ってない。塩は入ってない。じゃあ後から、はい、なんかこうチーズに塩をちょっとかけて。そうですよ、なんかゲランドの塩みたいな、プラスにゲランドの塩っていうのがあって、なんかそういうね、なんかこうまろやかな感じがした、口に含んだ時にこうまろやかな感じ、塩気がぐっとゴンと来ないで、だからこういう食事を出されてるんだと、看板犬のゾイちゃんも見るからに健康そうだなと思って、健康な食事をもらってんだろうなって、幸せそうなゾイちゃんを見て行きたいなと思いました。やっぱりリピーターになっちゃいますよね。とても落ち着く空間で、落ち着く空間、黙っているとそのまま落ち着いて、いられるし、また今日はたまたま僕は お会いして
ちょっと話に花が咲いちゃったんですけど、そういう会話も楽しいですよね。楽しいです、お店の人なんかも一人来てね、ちょっとお話をしてくれたりなんかもするんで、すごく楽しみにしてるんですけどね、私は4人子供がいたけど、それぞれにいろんな問題を抱えてて、一人あの障害者の男の子がいて、まあ、でもみんな成人したし、去年その子もグループホームに入れたし、今小平に春から来てるけども、もともとちょっと関係してる仕事が縁があったんですけど、何か、これからは完全主婦だったのをやめて、何か人の役に立とうと思って、そういう、一つのヒントがあのカフェを巡っていると一つずつのカフェで得られることがあるから、それをこれから考えていって、人と家族の中でのコミュニケーションだけでなくて、何か自分らしく役に立って、で何か人に安心感を与えてあげればいいなと思って、だからここのカフェもそうですけれども、なんかそういうパッと見た時に、サイトを見た時にそんな感じがしたのでお尋ねしてみました。ああ、そうですか。その通りですね。ありがとうございます。